さんこんにちは。今回はですね、この本当はグラスホッパー2シャーシなんですけどね、グラスホッパー2シャーシにシルバーアクセのスポーツコンバージョンを組み込んだやつね、まあ貴重品というかねこれね、あの実は売ってるやつとちょっと色合いが違うんじゃないかってね、うちのお客さんが言ってた、タミヤからね景品でいただいたメタリックグリーンのグラスホッパーですね、ボディですね、をなんとか無理やりつけて、ね、今回走っていきたいと思います。ちょっとね、空をちょっと落としてもらえば分かると思うんですけどね、ちょっと夕方になってね暗くなっちゃってるんでね、絵がちょっとね荒いかもしれないですけどね、とりあえず昔っぽいね動画として、ね、見ていただけたらという感じでございます。早速ね、あたりに、表で下見えないあたりに一生懸命アップルつけてるあたりがねラジコンの練習しておりますよね、まあちょこちょこ映ると思いますけどねご了承いただいて、ホーネットとグラスホッパー2ボディがグラスホッパーのね、走行ゆっくりご覧ください。またね走りながら喋りたいと思いますやはりねスポーツコンバージョンねかなり走るんですけどね、ちょっとね画面ではあまり伝わらないかもしれないけど、かなり暗くなってるんでね、ラジコンの練習にはちょうどいいんじゃないですかね暗いとねあまりものが見えなくなってしまいますのでね、頭の中で想像してね、車の動きを想像して走らなきゃいけないので、いつもだったら今みたいにミスしないんですよね。これ実は見えてないんですよね。なので、タイヤが空転、しないはずだで走ってしまったんで、今のところね、ここらも変もそうですね。こういう感じの走りになっちゃうんですね。まあ、車の性能はね、いいんで、ある程度フォローしてもらえるんですよね、マシンに。そしてね、前の方に走ってるのはね、オープニングで言ってた、RC ゾスあたりの過去借りですね。の、ホーネット。ノーマルですね。ノーマルホーネット。ちょっとホーネット見ながら走ってるね。まあ、ホーネットのね、リアダンパーも優秀なダンパーだと思いますので、ちょっと引かれるかどうか、今ビクッとしましたけどね。あんな感じでね。あんま見えてないので、いつも言ったらね、派手な追い抜きはできませんけども、なんかね、こういう、まあ、他者が走ってる時にね、自分の音をその中から拾いながらね、自分の音というのはマシンの音ですね、空転してれば、やはりね、ギャーってね、砂をかく音がしたりとか、逆にタイヤがグリップ、最大限走ってる時はね、路面をかく音っていうのがするんですけども、ちょっとわかるかな、今のは滑ってるんですね、ここら辺の音ですね、入ってるかな、ちょっとわかんないですけどね、路面をかいてガガガガガっていう音がするのはね、路面を掴んでタイヤが掴んでね、グリップしてる感じですね、まあ速度とグリップパワーがちょうどバランス取れた時にね、タイヤが最大でグリップしてそういう音が鳴るんですね。最近ね、もうあたりにね、まあタミヤグランプリ九州大会を目標にね練習してるみたいなんで、今年のタミヤグランプリはちょっとね参加できるかどうかわかんないんですけどもね。はい。今ごめんな。今すごい悲鳴が聞こえたでしょ、今うちの店長が横でねカメラ撮ってくれてるんですけど、
引かれました。あたりの方に引かれてね、それでびっくりして、坂をちょっとね、船長が転がり落ちそうになった。今はなかなかハプニングで面白かったんじゃないですかね。ええ年取ったおっさんが、はぁー言うてました。笑って走れ。はぁーってお前。まあまあ、こうやってね、楽しくできるんでね、まあいいんじゃないですかね。これもう見えてるんかな、カメラ映ってるこれ。大丈夫、もうほぼほぼ見えんね。黒いやつは特に見えん。黒いやつは特に見えんね。腹黒いやつは、うん、人の足引きにくるやつやろ、うん、俺が仕返ししといたりよ。おりえおりえ今仕返ししといたったから。あ、まあこんな感じでね、冗談言い合ってね遊べる仲間がいるという幸せなことですね。もうね、こう私と店長はもう20何年、うん、もう忘れたな。最近ボケてきてるしな、計算できない。電卓がないと計算できない体だからな。まあもうだいぶね、付き合いも長いので、はい、まあね、冗談言うと大丈夫ですけどね、はい、知らない人に後ろかぶせたらダメですよ。まああとはね、まあさっきね、あたりもごめんなさいって言ってましたけどね、まあ、まあ悪いことしたらすぐ謝るみたいなね。まあまあ子供、小学校の時からね、学校で習ったり親に教えられたりするね、はい、小学校もっと若い時からね、幼稚園とか、まあ物心ついたらですね、言われてると思います皆さんね。なんであたりなんと何かしたら謝れる子なのね。皆さんもね、応援してあげてください。なんかRC 女子あたりね、なんかもうね、すごいね、こう、なんかまあまあ、噂を聞くとね、なんか言われてるらしいんですけどね、まあ、一生懸命ラジコンしてるのは、私、見て知ってますんでね、これ、撮影じゃないところも練習してるのでね、あたりにはね、はい。まあ、本人曰く負けず嫌いなんでね、日本で一番速い、ドライバーになりたいのかよくわかんないですけどね。俺が追うか無理やな。冗談ですよ。私より速い人山ほどいますからね。多分ね。見たことないけど。まあ冗談このぐらいにしといてね。まあ、こうやってね、映ってるちょっと画面にしてみて。見えてるんかな。まあまあこんな感じの、まあ、ライト走行みたいな感じで面白いじゃないですか。また引きに来た。また引きに来たよ、ね。まあこれ iPhone でね、今撮影、ちょっと新しめのね、私が持ってる iPhone とかでも全然新しめの iPhone でね、店長持ってますんで、それで撮影してるんですよね。iPhone の性能を持ってしても暗いんじゃないかな。はい。こんな感じでね、もう真っ暗のとこ喋ってるだけの動画になっちゃうんで、もうそろそろ今何分ぐらい経ってるのかな。6分40秒でしょうね。もうちょっと入ってるかな、じゃあな。まあ、いつもだとね、まあ、登れんで、はっはっは言ってる、ね、これね、なぜピカピカのボディつけてるかというとね、暗いからなんですよ。全く見えなくなってくるんでね。はい、もうね、走り始めより上手になってるでしょ、私。もう今日の路面の状態が頭の中に入ってね、それを予測しながら走ってるんで、リアが泳いだりね、しなくなってますからね、こんな感じでね。さすが鉄砲、すごいな。ね、今みたいに、まあ、上達のコツですね。私もほぼほぼね、多分日本一ラジコンを走ってる、ラジコン屋だと思いますのでね、
そしてプラモデルとかもね、もちろん練習、基本練習からやってます。ここからちょっと真面目な話ね、自分を褒めるっていうことはね、多分上達のポイント、コツだと思いますんでね、少しでもできるようになった、あ、できるようになった、俺すごい、私すごいね、ちゃんと自分を褒めれる人間が上達すると思いますので、ね、皆さんもいやまだまだだと言わないでね、ちょっとできるようになったら俺すげえ、ね、そんな人に言わなければ大丈夫ね。私みたいに YouTube でね、みんな聞こえるように俺すげえって言ったらちょっとおかしいのかなと思っちゃうんでね自分の心の中でね、俺すげえって思っておけばねいいと思いますんで、そんな感じでね、ホビー楽しんでいただければ上達も早まってね、すごく楽しくホビーライフを送れると思いますのでね、皆さんもラジコン、プラモデルに限らずね、自分の趣味、楽しんでみてはいかがでしょうかということでね、引っかかったんでコロコロそろそろやめてみましょうかね。それではね、この動画面白いと思われましたらグッドボタン映ってる、チャンネル登録、ツイッターのフォローよろしければね、概要欄の方にシルバークス公式ツイッターの方に飛べるリンク貼っておきます。なのでね、そちらの方のツイッターのフォローとあたりのね、RC 女子あたりにカッコカリね、あたりにラジコンとかガンプラとかで調べていただければね、チャンネル出てきますので、ね、そちらの登録もよろしくお願いします。それではさようなら。そっちかい